あ、ここから抜けれるなと思って、抜け道になるかなと思って入ったら、あれ、こんなところにローソンあるの？うん。そう、部屋取りって言ったら、部屋取りは部屋取りでね、今度ショーツのね、企画が変わるんですよね。それもあるんで、企画っていうか、なんか、そのショーツ動画の再生回数、90日間で1000万再生だったっけ、相当な数ですけど、でも、確かその、チャンネルのその、収益化の、対象にできるよとかっていうので、ショーツも重視していくような、方針が打ち出されたんですよね。まあ、それもあるんでね、うちもね、もうちょっとショーツ、というかね、ショーツの方のが、うちもやっぱ伸びるのは伸びるんですよね。うん。多分、性格的に、ポンと1分でパンとまとめた動画の方のが、特性には合ってると思いますんで、うん。なんで、そっちは増やしていきたいなっていうので、ちょっとね、いろいろと企画考えてます。ひろゆきさんのね、切り抜き動画をね、うまいこといいとこ取りしたいような企画をね、一応、考えたりしてますよ、と。あとはあれですね、ショーツ関連で言うと、二つね、そのでかくなるけど、いや、ひろゆきさんの切り抜き動画みたいな感じで、要はまだそれはね、そっちの方の企画説明の時にやろうかなと思ってますけど、詳しくはね。要はショーツ、ひろゆきさんの切り抜きショーツみたいな感じで、質問に答えてる体でね、やっていくっていうやつですね。で、それをぶった切って出すんですけど、基本的に本編なんて誰も見ないよねっていう前提でね、そっちの方はクッソ適当に作って、うん、長いのをね、バーンと撮って、でも、本当に最悪、切り抜きだけで出しちゃう。うん。切ってで出して、うん、本編ねえよっていうね、ような感じ。だって、ひろゆきさんの切り抜きってめちゃくちゃ流れてきますけど、じゃあひろゆきさんの切り抜きが1000万再生されたとして、そこから何再生？よし、これで説明をクリックして検索をして、ひろゆきさんの、そのやつを元動画に行こうってなるかって言ったら、多分すごく少ないと思うんですよね。なら、伸ばすならそこのところに労力をかけるんじゃなくて、もうじゃあそれっぽいのだけ作ってしまえば、うん。で、あとはそれでチャンネル登録してもらって、他のね、似たようなやつもダーッと見てもらったら、総合的な再生回数に効率よくつなげられるんじゃないかなということで、そういうような感じでやっていきたいなと思っております。で、もう一つは何だったっけ？似たような感じなんですけど、よく、最近、何々なランキングベスト3みたいなやつやってるじゃないですか。もう完全にまた竹内翔さんのね、あいやろってね、言わそうですけどね、くら寿司で、人気のないワースト3みたいなね、やつとかやってるじゃないですか。あれのね、まあ、自己分析というか、なんて言ったらいいの？実際にデータ調査をしてやるんじゃなくて、俺が勝手に思う。昭和59年が、思う、好きなアイソングベスト3とかで、ね、そんなような感じの、企画にしてしまって、仕事今のところだっけ。そういう、企画で、やって、それを企画会議する模様から、動画で撮って、で、最終的に、ショーツの動画にする。まあ、こっちの方は逆に企画撮ってる、喋ってる、会議の方がメインで、ショーツがポンと一本上がるよっていう感じでね、作ろうかなとか考えたりもしてます。間違えた。しまった。こっちの方に抜けてきてしまった。一本曲がるところ間違えましたね。これはあれだ。何かで、イレギュラーで、あれだ、16381は。何かのイレギュラーで、フローラさんの配達とかに、回るときに、こっちから、抜けていってたなっていう。あと歩いたことあるよな、ここ。あれだ、あれの時。塩浜から、宮窓駅から塩浜駅まで一貫散歩をするっていう、シャバい企画の時ですね。激シャバ企画の時に。行ったことがありますね。あの時もね、そこのね、スーパーとかね、行けたりしてよかったですけどね。あれも、
通に取ったらたどり着かないところですからね。で、ミニストップメインで先に行くか。とかこれは意外とそういえばセブンイレブンねえな。言われてみたらないな、セブンイレブン。うん。塩浜駅前に来ましたよと、まあ、ここも動画でちょいちょい来てますからね。で、コーマグリダメだったか。ここもね、一回閉まり出すと長いんだよな。やゆきの普通列車がとろりとろりとやってきます。運動機があるからすごいなって感じで、ここよし、先にローソン寄ってみようかな。ここを右折したところにあるんですね。マブピーマブピー、うー車来てる。こんなとこレンタカー屋さんあったの。へえ、買ってレンタカー。マブピーよ。リースがメインなのかな。あ、そうか、一応塩浜駅前ですもんね。あとですね、この先に実はこんな土商店街のど真ん中にあるんですよね。ローソンが、よし、楓通りっていうところの通りのところになりますよっていう感じですね。ローソン、宝町、よく言って宝町店だったかな。行ってみましょう。まあ、ここはダメ元ですね。なんかえらい方向向いてる。これの宿も拡張しないといけないな。